取水施設のトラブルの原因は川底の穴から水が漏れ出したからと考えられていますこの映像は今月16日午前に撮影されたもので小さな渦が取水施設の水面に現れています70年間生きてきてないです, <laughs> すいあの夕方だったらもう2メートル以上水がさ減ってましたんでこれはちょっと異常だというのは そしてこれは市川さんが先月2日に撮影した取水施設付近の風景そこで同じ場所を今日午前撮影したところ水位が下がりすっかり変わってしまいましたまた別の人が撮ったこちらの映像でも16日午前の水面にできた渦が午後になると さらに大きくなっていましたこれは取水施設を挟んで上流の川底に空いた穴から水が施設の下を通り下流から大量に噴き出している状況で専門家によるとこれはパイピング現象が起きたからと推測されていますではパイピング現象を理科の実験で説明します中央で仕切った水槽に 水と砂を入れます横には穴を開けておきます左側を川に見立てて水位を上げます水と砂が噴き出しました断面を見ると砂が押し出されて穴ができていますでは水が砂を押し出す仕組みを見てみます注射器にインクを吸わせて 水底に注入してみます映像を早送りでご覧いただきます水位の高い方から低い方へ水が砂の間を進むのがわかります水位差が大きくなると砂は浮いて一気に崩れて穴が開きます、うん、これは去年7月 熱海市で起きた大規模土石流の現場。パイピング現象はこの時に被害を拡大させた森戸の崩落原因とみられています。大雨が降り、森戸内に溜まった大量の地下水が森戸の下の端から噴き出したのです。当時、大石キャスターと共に取材した名古屋大学の減災連携研究センター、田代特任教授に明治用水のトラブルについて伺いました。 川の中で一体何が起きてたんですかね。そうですね。あの吸い込まれていくようなあの、水の抜け方を見ていますと、その取水堰の下の地下の部分ですね。この地下を介して川の水がバイパスしてしまって、えー、すり抜けるような形で下流に流れていってしまっているというように見受けられますね。水がそれだけ流れるということが起こりますと。 まあ地面の中ではありますけれどもその地面はやはり土砂ですとか、えー、細かな砂も含めた形で存在してますので、えっと、穴そのものが大きくなって穴が大きくなるとその分あの水が流れる量が多くなりますので、えー、そういうまあ相乗作用が働いてあのどん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 流れていく水の量漏れ出していく水の量が増えていっているというふうに言えます。れもけどパイピング とと言われる現象にに近いという,ふうに見えますね取水施設のパンフレットによると水底の地下には水の流れをせき止める鉄の板を遮水壁として3カ所設置うち1枚は岩盤部分まで到達しているということですがその遮水壁がきちっと機能していればここまで顕著なパイピングにはつながらないんじゃないかなという遮、まあ、水壁そのものに何らかの損傷が来たしてですね ちょっとした亀裂、あるいはちょっとした損傷でも、そこに水が集中する、水圧が集中するということになると、水の力そのものによって、その損傷が広がっていってしまう田代特任教授は、最初に異常を検知したら、できるだけ早く対策する必要性を訴えますが。どののぐらいいい規模でで完全復旧って考えればいいですかこれはあの非常に難しい問題じゃないかと思います。あの 例えば同じ場所にもっとあのしっかりとした施設を作るという選択肢も当然あると思うんですけれどももしそれをやろうとするとあれだけのの大ききな川をせき止めて別のルートで流すということをしなくてはいけませんこれから先梅雨入りした後大規模に川をいじって作業するっていうのはかなり難しくなってくると思いますので。